アルシエティナ水道は古代ローマの水道で、テベレガーウガンガーの二つのローマ水道のうち、最も古い方である。アウグスタ水道と呼ばれることもある。アルシエティナ水道は、ローマの北西約4 0トルにあるブラッチャーの湖周辺の地域が水源で、紀元前2年頃に、初代皇帝アウグストスによって作られた。ローマ水道の技術書の著者であり、ローマ水道長官でもあった。 フロンピヌスによれば、水道の全長は 32.814km で、そのうち 0.529km が水道橋上の導水橋で、残りは地下の導水橋で構成されていた。水量は15,680立方メートル、火で、給水範囲は手べれ川右岸のみが対象であった。水質は引用に適さず、 主に模擬改善を行うためのナウマキア・アウグスティエの、給水と、乾水などの目的で使われた。なお、中世に修復され、パオラ水道と名を変えた現在まで存続している、水道施設は、アルシエティナ水道ではなく、トライアーナ水道の施設である。アルシエティナ水道の水源からの経路アルシエティナ、水道のローマ市内における経路。ありがとうございます。